こんにちは、ピーデッドピーです。今日は真岡市にある294号線沿いですかね、ラーメン屋さん味噌の寛平さんに来ています。北海道熟成味噌ラーメンということなんで、がっつり系ですね。がっつり行ってみたいと思います。はい、味噌豚郎という商品があります。920円です。で、一番人気が角煮のラーメンですね。1060円です。で、これが合体した角煮豚郎1150円かっこ仮、まあ来月発売なんですけど、それ行ってみたいと思います。試し食いです。はい、こちらにも、ね、座敷席もあります。この辺のオプションメニューもいいですね。ネギチャーシュー丼、揚げ餃子。大変お待たせいたしました。来月から販売予定の豚郎と角煮の、これうちの最高傑作です。最高傑作だね。最高傑作ですよ、これは。もうよろしくお願いします。 ありがとうございます。これはすごいですね。いただきましょう。それではいただいてみたいと思います。新製品です。
ごちそうさまでした。充実の一杯でしたね。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。今年で何週目でしたっけ。今年の6月で3周年に丸3年になりますね。ありがとうございます。覚えてます、最初のオープンした時にインターネットでこの何ですか載せてもらったので、覚えてますね。もうありがとうございます。いやなんかもう3年分の集大成って感じですね。てんこ盛りですね、このラーメンはね。はい、まああれだよね、これ食っちゃったらねもう十分に3年間の本当に集大成ですね。うん、本当にね。まあ控えめに言っても猛火で横に出るラーメンはこれだとなかなかないわね。あ、そうですか。うん、ありがとうございます。自分もね結構この辺いろいろ行ってるんだけどね、はい、これは破壊力ある。ありがとうございます。非常に良かったです。ありがとうございます。はい、味噌の完成です。このように、ご来店お待ちしております。よろしくお願いします。はい、また来ます。よろしくお願いします。ありがとうございます。味噌の神戸さんでがっつり系ラーメンを食べてきました。新製品でしたが、今までのこう味噌のうまさとこと、ちょっと二郎寄りのうまさと非常によくマッチしてました。なかなかねこれ作るの大変だったと思います。配合バランスみたいなのねかなり苦労してると思います。結構おすすめです。これ来月から、来月ってまあ5月ですね、5月から発売になるんで、よろしかったら食べてみてください。ではまた。